日本語コンテペイ日本語学習者の皆さんをいつも応援するポッドキャスト今日は「元気について」はい皆さんこんにちは日本語コンテッペイの時間ですね今日も頑張ってますか今日も勉強してますか日本語を聞いていますか 漢字の練習をしましたか、ね、いろいろ日本語に関するですね勉強日本語についての、ね、勉強してますか日本語の勉強ね、日本語の勉強ですね日本語の勉強といえばどういうものがありますかね、日本語の勉強何でも勉強です何でもね、日本語について日本語ですることすべてが皆さんにとっては 勉強になる例えばですねもちろんもちろんですよもちろん漢字をね覚えるとか漢字を覚える、ね、これは日本語の勉強ですねもちろん漢字を覚える、ね、もしかしたら中国語の勉強かもしれない、ね、もしかしたら中国語の勉強かもしれないでも漢字をね日本の漢字日本の漢字ね日本の漢字を勉強すればそれは日本語の 日本語の勉強になります日本語の勉強ですね。漢字の勉強。そして、えー、ボキャブラリー。ね。ボキャブラリー。ね、語彙を増やす、ね。語彙を増やす。語彙って言いますね。ボキャブラリーのことを日本語では語彙と言います。もちろんボキャブラリーって言ってもほとんどの日本人は分かります。ね。えー、カタカナ英語。ね。カタカナ英語ってやつですね。カタカナで書かれた、まあ、英語みたいな。もともとは英語の言葉。 これは皆さんが想像するよりも自然です。ね、自然な言い方自然な日本語です。ボキャブラリー、ね、って言った方がもしかすると語彙っていうよりも日本人に通じることが多いかもしれない。ね、例えば若い人は語彙とか言うよりはボキャブラリーって言ってくれた方があああボキャブラリーですねっていうふうに なることが多いです、ね、ですのでボキャブラリー、ね、ボキャブラリーでいいですよボキャブラリーでいいですよボキャブラリー、ね、ボキャブラリーを増やす、ね、ボキャブラリーを増やす例えば今言うとね語彙とかね語彙日本語の語彙、ねまあ、言葉でもいいですね言葉ね言葉でもいいいつも言うように言葉は2つの意味があります1つは一つは、えー、例えば日本語とか英語とかねこの languages ここのことを言葉ね言葉ねたくさんの言葉が話せる人を例えばマルチリンガルって言ったりね多言語話者ねマルチリンガルって言ったりしますねたくさんの言葉が話せる人ね僕は英語とスペイン語と日本語ね3つの言葉が話せますね3つの言葉が言葉というのはラングチの意味がありますあともう1つの意味これは1つ1つの ワードの意味ですね一つ一つの、えーまあ、言葉 <laughs> 一つ一つの言葉ですね例えばここにあるペン,、ね、こ,れペンこれ言葉だしこのおもちゃあれ壊れた、えー、車のおもちゃがありますね僕の子供の車のおもちゃこれは、えー、これも一つの、えー、言葉です。車、ね、車とかね車そしておもちゃ そして車のおもちゃ、ね、車ののおおももちちゃ、ね。ゃ。これも一つの言葉ですね。二つの言葉がつながって一つのまたさらに一つの言葉になる、ね。「車」という言葉と「おもちゃ」という言葉が「車のおもちゃ」この「の」というね助詞ですね「の」。所有の助詞ですね「所有の」ね。何の何々とかね「僕の何」とかとかねこの「の」ですね。なのので車の 違違うな <laughs> 違いますねこの場合は車のおもちゃなんでこれはあの形容しているだけですね車のおもちゃね車車の形をしたおもちゃね車車という車の形をしたおもちゃですからね車のおもちゃ僕の、えー、とは意味が違いますね失礼しました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 ごめんなさい失礼しました えー、これは僕の子供のの、ね、僕の子供の車のおもちゃです。ね僕の僕の子供のの、ね、僕の子供そして僕の子供の車のおもちゃ、ね、こ,れこのこ車のおもちゃこの,の「の、えー」は所有じゃなかったですね所有ではない失礼しました失礼しましたもう朝からねダメですね朝からコーヒーを飲みます。 はい日日本本語語ココンンテテペペ進めますすすね日本語コンテペ皆さん元気ですか元気気ででかかいいんですよ文法の話なんて、ね、文法の話なんて大したこ大してね文法なんてねはっきり言ってねあの後付けの説明です後付け、ね、後付けというのは後でね分析してねアナライズしてああこれがこれでこうですねと説明するだけなんですよ文法というのはね それは、ね、あの言葉の勉強、まあ、厳密に言えば、ね、厳密に言えば、ね、詳しく言えば言葉の勉強です。でもこれはねどっちかというとリングイスティクスとか、ね、言語学とかそっちの方ですよ、ね、その分析するのは。でえ語学を習得する語学を習う、ね、言葉が話せるようになるそのために えこの言葉を分析するというのは意味がないことです。ねえー、前回とかね前々回ちょっと前にやったように繰り返すこと繰り返し繰り返し繰り返しネイティブの話す自然な日本語、ね、そしてインテレクチャルな日本語、ね、僕の日本語はえはっきり言ってえ知的です。 ね、<laughs> 自分で言うとねバカ,バカっぽく聞こえるかもしれないねでも知的なんですよ僕の日本語はこれ分かってくださいこれねちょ,ちょっとね今日「えーまあ、元気ですか?」という、ね、タイトルをつけましたけどちょっと聞いてほしいことがありますちょっと聞いてほしいことあの僕はですね僕はあの意図してね意図して意図するっていうのはあ意識してっていうことですねまあだからインテンションを持って ね、意識して簡単な日本語を話しているんです。ね、簡単な日本語を話していますただ僕が話している日本語はもちろん簡単です。簡単だけどバカじゃない。ね、僕の話している日本語はバカじゃないんです。というのも僕がバカじゃないから僕がバカじゃないから。ね僕,からね、あの僕は天才ではない。 僕は天才ではないけど、僕はバカじゃないと100、100%言えます。100%。ね、100%。僕はバカじゃない。ね、これどう思いますかこのセリフ。このフレーズどう思いますか僕はバカではないです、ね。少しバカっぽいですね。僕はバカではないとか言うと、少しバカっぽい。でも、本当だから。これはね。本当の、本当のことだから、僕はバカじゃないんですよ。ね、で僕は世の中には、あの、 いろいろな人が。いいると思ます世界にはいろいろな人がいる日本にもいろいろな人がいる世界にはいろいろな世界の人がいるし日本にはいろいろな日本人がいるんですよ。日本人にもいいろろあるわけですそして日本人の中にもですねまあ「僕みたいに」とか言うとまたバカっぽく聞こえますけど実際ね現実としてまあ少しインテレクチャルのね 日本人と <laughs> これ自分でちょっとちょっと聞いてください自分で言うとねなんかちょっとなんかアロガントでしょでもね違うんですよちょっと分かってほしいんですちょっと皆さんに分かってほしい分かってほしいんですよ本当にあのねあのー、ちょっとちょっと言いたいことがあるちょっと言いたいことがあるちょっと言いたいことがあるんですねちょっと言いたいことがあるちょっと言いたいことがありますあのですねあのー、うーん まあ、ポッドキャストを僕は撮ってますね。ポッドキャストをっています。そして、えー、ある有名なポッドキャストがあるんですね。有名なポッドキャスト。えー、有名というのは日本人にとっては全然有名じゃない。日本人にとって全然有名じゃないけど、なぜかですね。なぜか。なぜか外国人にとって有名。そして人気の、ね。人気のポッドキャストがあるんですね。日本語を勉強するためのポッドキャストですね。 で、その、そのポッドキャストを僕も聞いてみたんです。聞いたんですね。あれ、なぜ、なぜこのポッドキャストが外国人にとってえ、日本語学習者にとって人気なのか。それを知りたくてですね、知るために、知るために聞いたんですね。で、何度も聞きました。ね、でも、毎回毎回、もうね、3分、 ぐらいいしか聞けない3分以上聞けない。というのも、あの内容があまりに低レベルで、ね、これ言うとちょっとひどい言い方に聞こえるかもしれないんですけど、あ,のあまりにね、レベルが低い。で、あのこれはね、正直言ってあの、皆さん、これね、ちょっとね、今日話がまた飛んでますけど、 これ、本当に言いたいことなんですよね。本当に言いたいこと。ね、本当、ちょっと難しいかな今日の。今日の難しいですか皆さん。難しいですかねちょっとね、とっちらかってますね。とっちらかってる。とっちらかってるというのは少しカオティックですね。まずね、トピック。今日のトピックは元気についてと言って話しだ、ね、話し出しました。ね、話し始めました。そしたら、その後は文法の話をね、少しでグラマーなんて意味ないとかね、言い出して、そして、最後にね、えー、僕は、 他のポッドキャストのこう気に食わないところ、ね、他のポッドキャスト、えー、なぜ人気なポッドキャストがこんなに低レベルなのか、ね、そういう話を始めてしまいました、はい。ちょっと話を戻します。話を戻すと、ね、話を戻し,戻しますね。戻すと、あるポッドキャストがあるんです。あるポッドキャストね。あるポッドキャストがあります。そしてそのポッドキャストは日本語のポッドキャストです。日本語のポッドキャスト。 えー、2人二人のね二、えー、人の人が話している、ね、2人の人が話しているポッドキャストですそしてそのポッドキャストはなぜかなぜかですね世界中の人から、まあ、あの人気世界中の人に聞かれているポッドキャストですそれ自体は全く問題ございません、ね、それは素晴らしいことそれは素晴らしいことです、ね、でここで、えー、分かってほしいのはなぜ、えー、なぜ皆さんがそれを聞いているか なぜ皆さんがそのポッドキャストで日本語を聞いているかこの理由についてですで僕が主にその理由は簡単だから分かりやすいからそういう理由でこのポッドキャストを聞いているんだと思います、ね、それはそれでいいことです、ね、もちろんいいこと、ね、簡単だから聞いている、ね、で僕のポッドキャストももちろん簡単だから聞いてくれているんだと思います、ね、簡単、ね、僕のポッドキャストは簡単ですだから皆さんが聞いてくれている そしてその人たちのね、その有名なね、人気のポッドキャストも簡単だから皆さんが聞いている。これは同じ理由ですね。簡単だから聞いている。ここで言っておきたいのは、僕は意図を持って、ね、インテンションを持って簡単に話しています。僕は意図を持って簡単に話している。わかりますかというのは、僕はね、難しく話すこともできる。でも、 皆さんのために少し簡単に日本語を話しているんです。ね、でも、でもですよ、でも分かってほしいのは、僕は皆さんをバカにしているわけではないです。僕は皆さんをリスペクトしてます。もう本当に。なぜかというといつも言うように、皆さんは英語じゃない、えー、と皆さんは日本語がまだまだね、えー、まだ、 えーまあ、もちろんんネイティブレベルでではないと思うんですね中級から、まあ、上級者といっても日本人よりはねまだ全然あのボキャブラリーとかね少ないですからか、えー、それはもちろん、えー、日本語学習者ですからただねただ僕は本当に分かっている、えー、皆さんがバカではないということを分かってるんですよ皆さんがね、えー、皆さんは自分の国の言葉ではものすごい、えー ことたくさんのことを知っているしたくさんのことを表現できるこれは分かっているんです、ね、僕も自分がスペイン語を話すときは自分のね、えー、スペイン語がすごくリミットがあるのであのレベルのね低いことしか話せないんですよだからフラストレーションがありますだからでもね僕自体がバカなわけではないんですねでこれ,これがあるんです皆さんはインテレクチャルな人がほとんどだと思いますねほとんど でもあの日本語をね聞くためには少しボキャブラリーの数を減らしたり文法のレベルを下げたりしないとまだまだわからないから、えー、できるだけですね分かりやすい形で話すように僕は、えー、努めているんですね。でもこのリスペクトというのは常に僕は持っているつもりです皆さんに対するリスペクトね。えー というわけで僕のポッドキャスト「日本語根鉄瓶」はややややねわかりやすい少しわかりやすい日本語で話しているけども内容は内容はね内容は、えー、内容とか話し方ですねこれはやはりインテレクチャルを最低でも持っておこうと。 それは僕のポリシーです、本当に。いつもふざけてるけど、ね、今日はちょっと真面目に言いますね。いつもふざけているけど、僕はね、はハははとか言ってるけど、これもね、意図してやってるんですね、意図してやってる。えー、もう一つのポッドキャスト、えー、そのポッドキャストはですね、あのー、おそらく、これは外国人をのために作られたものではないです、えー。日本人のために作られたもの、そして簡単である。 ね、簡単です、ね。内容が簡単とか言葉遣いが簡単。これは単にですね、単純に、これは、あの、その人たちの、ね、話している人たちのボキャブラリーが少ないから。そういう印象を受けました。僕はですね。そういう印象を受けた。それを聞いて、僕は耐えられない。僕は長く聞けない。なぜかといえば、なぜかといえば、内容がですね、やっぱりあまりに、う これね、やっぱり他のポッドキャストの批判とかね、批判、クリティシズムですね、批判とかは、本当は、本来であればね、ねやめた方がいいですね、やっぱり。やめた方がいいですね。やめた方がいい。なぜかというと、やっぱりこう批判をすることによって、やっぱ悲しくなる、ね。批判をしている自分が嫌になってくる。なので、これはやめた方がいい。だからやめます。ここでやめます。ね、でもこ、僕のモヤモヤ分かってくれましたかもやもや。このフラストレーション、分かってくれましたか僕は皆さんが 皆さんがですね、えー、日本語を勉強する。日本語を勉強する。日本語を勉強してますね。日本語を勉強してます。そして、その日本語を聞いてますね。僕の日本語を聞いてくれている。そして、他の人の日本語を聞いている。でね、これ、あのしっかり選んだほうがいいと思うんですね、慎重に。ね、選んだほうがいい。僕がね、例えば、僕は何かを食べて、あ、おいしいですね、おいしいです、おいしいです、おいしいですね。おいしい、おいしいね、おいしいね。 ね、こういう言い方をします。ね。だし、何かあったら、あ、楽しかったですね。楽しかったね。楽しかったですね。えー、言います。もちろん、こんな単純なね、単純な言葉を使います。でも、これはね、意図を持って、これは、インテンションを持って言ってるわけです。ね、簡単に話そうと。でもね、えー、他、他の人、他の人で、あ、楽しかったね。楽しかったね。これはね、パビコってやつです。これはね、これはね、ちょっとね、 僕の楽しかったですねとは違うわけです。違うんですよ。分かりますかね僕の言ってること。今、言ってること分か,ってくれ分かってくれてますよね。皆さんであれば分かってくれていると思います。この、まあ、コンインテンシオンなのか、シンインテンシオンなのかは大きな違いがあるということですね。だから、シンインテンシオンでン、えー、まあウィザードインテンションですね。インテンションなしに、えー、簡単な日本語を話している人は、 ただ単純に、ただ単にですね、えー、インテレクシャルじゃないということという結論で今日は終わります。<laughs> ち,ょちょっと今日はね、今日,今日のボッティエストあの、どちらかりました。どちらかりました。どちらかってしまいましたね、えー。なぜかというと、やっぱりタイトルがね、元気について、元気について、元気について。 元気について話すつもりが他のポッドキャストのクリティシーズムで終わってしまった、うん、皆さんどうですか今日は元気ですか今日も聞いてくれましたかもちろんね僕も毎日毎日ポッドキャストを撮ってますから毎日ですね、えー、ロジカルにね話せるわけじゃないですね今日はとっちらかってしまいましたでも僕の意図すること分かってくれましたか僕の意味すること が分かかってくれましたか、ね、僕の言いたいことが分かってくれましたかこれは僕はですね皆さんを本当に助けたい皆さんを応援したい、ね、このポッドキャストで皆さんを応援したいんです、ね、で皆さんができるだけですね自然な日本語をたくさん聞いてですね日本語がうまくなるように、ね、そういう思いで作っていますで時にはですねたまにですね時にはというたまには他のポッドキャストを少しチェックしたりします そししして少し悲しくなったんですねあ皆さんがこん,なこんなレベルの低いポッドキャストを聞いてこれを、ね、日本語を勉強しているんだと思うと少し悲しくなったんですね。でレベルが低いというのはやはりその内容がですね意図して簡単に作られたものではなく単純にその人たちの話し方がね少し、うん、僕にとっては、えー、耐えられない日本人だったらあまり耐えられないような話し方をしていたから。 であしやはりでも良くないですね人の悪口みたいに、ね、なってしまいましたから次回はもう少しですね自分のポッドキャストにフォーカスしたようなポッドキャストをね話していきたいと思います。それでは皆さんまたチチャオチャオオ